センデッドマスター、アダマは、カリフォルニア州のシャスタ山の下にある、テロスと呼ばれる、神聖なレムリアの光の都市に存在します。そして、彼は、テロスのレムリア光の評議会のリーダーであり、また、地球内部と地表の人類を代表して、星の兄弟姉妹と銀河系とのコンタクトをするための大使でもあり、外交官でもあります。アダマはレムリアンチームと共にこの惑星の周囲に非常に重要なクリスタルグリッドを作り維持することも担当しています。彼はこの重要なプロジェクトにおいて様々な銀河系や惑星間の存在の多くのメンバーと共に働いているのです。アダマはユニバーサルレベルのアセンデッドマスターであり愛と慈しみのマスターです。そして人類と地球のアセンションプロジェクトを支援しています。テロスは現在、この惑星のアセンションのための主要な本部となっており、アダマは、キリスト、マイトレイヤ、サナンダ、ブッダ、サナトクマラ、そしてその他多くのマスターたちと共に、このプロジェクトを支援する主要な指導者の一人です。アダマは、レムリアのハートを体現しています。それは、愛と思いやりのハートであり、母なる神のハートなのです。この惑星におけるキリスト意識の復活とは、そのとても素晴らしいハートの復活のことなのです。アダマが、この惑星の表面で知られる時がやってきました。私たちの間に、彼がスピリチュアルに存在し、かつてのレムリア人の家族がスピリチュアルに存在することは、私たちにとって、そして地球にとって大きな祝福となるのです。私たちの進化の道筋を助け、今後、数年のうちに、もっと物理的な形で、私たちと再びつながるのを待っている、アダマと、レムリアの家族たちに、心を開きましょう。親愛なる友人たちへ。テロスの私たちは、ニューレムリアのケージに惹かれている皆さんと、心を通わせることができ、本当に大きな喜びと、興奮を感じています。テロスのレムリア評議会、テロスの王、ラート、女王、ラーナムー、そして、現在のレムリア文明の、皆さんのかつての兄弟姉妹に代わって、私たちは、あなた方をレムリアのハートへ、慈愛のハートへと歓迎します。私たちは、確かにレムリアの生存者であり、地上の多くの人々が、大変驚いていることですが、地球の進化のこの重要な時期に、私たちは、本当に、本物であるということ、そして、地上の人々から、1万2000年もの間、隔離された後、カリフォルニア州のシャスタ山の地下で、元気に生きていることを明らかにします。愛する者たちよ。今、私たちは、二つの文明が再び一つとなる時が来たのです。私たちの教えの主な目的の一つは、私たちがいずれ皆さんの前に姿を現すための準備として、必要な基盤の確立を支援することです。私たちを長い間隔てていた長い闇の夜はもう終わり、私たちは近い将来、皆さんの前に物理的に現れ、古代レムリアのかつての家族、友人である皆さんと、愛と知恵と理解のもとに再会しようと計画しています。長い分離の時間の流れの中で、私たちが学んだことを皆さんに教え、私たちがテロスに作り出したようなパラダイスを、あなた方自身が作り出せるようにお手伝いすることが、私たちの心からの願いなのです。私たちは自分たちのために道を切り開き、高いレベルの精神的な知恵と理解を得ました。そして、私たちが再び皆さんの間を並んで歩けば、皆さんが私たちの足跡をたどるのはずっと簡単になるでしょう。私はあなたの友人、テロスのアダマです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。